地震のマグニチュードとは、地震が発するエネルギーの大きさを対数で表した、指標値である、揺れの大きさを表す震度とは異なる。日本の地震学者、和立住夫の最大震度と震号までの距離を書き込んだ、地図に着想を得て、アメリカの地震学者、チャールズ・リヒターが考案した。この最初に考案されたマグニチュードは、ローカル・マグニチュードと呼ばれており、リヒターの中から、リヒター・スケールとも呼称される。 マグニチュードは地震のエネルギーを千の平方根を底とした対数で表した数値でマグニチュードが1増えると地震のエネルギーは約31.6倍になりマグニチュードが2増えると地震のエネルギーは1000倍になる地震学ではモーメントマグニチュードが広く使われる日本では気象庁マグニチュードが広く使われるが長周期の波が観測できるような規模の地震では モーメントマグニチュードも解析、公表されている。一般的にマグニチュードは、M イコールログ 10AB、ディスプラスタイル、M イコールログ 10AB の形の式で表される。ここで、A は、ある観測点の振幅、B は、信号距離デルタや、震源の深さ H による、補正光である。地震が発するエネルギーの大きさを、E、マグニチュードを M とすると、次の関係がある。 ログ 10E イコール4.8プラス 1.5M、ディスプラスタイルログ1 0イコール4.8プラス 1.5M この式から、マグニチュード M が1大きくなると、左辺のログ 10E が1.5だけ増加するから、エネルギーは約32倍大きくなることがわかる。同様にマグニチュードが2大きくなると、地震のエネルギーは1000倍になる。また、マグニチュードで0.2の差はエネルギーでは約2倍の差となる。 一般に使われる他の各種のマグニチュードでは、概ね8を超えると数値が頭打ち傾向になる。これをマグニチュードの飽和と呼ぶ。例えば、ローカルマグニチュードは約6.5あたりから飽和し始め、約7が最大値となる。短周期の地震波ほど減衰しやすく、その影響を受ける地震波の周期は、およそ LV 程度以下、すなわち、 断層の破壊に要した時間程度以下の周期である。したがって、断層破壊に要する時間が長い巨大地震では、地震の発生を瞬時の破壊とみなせなくなり、例えば周期20秒の地震波の振幅に着目する、表面波マグニチュードは、断層破壊に20秒程度かかる、約1 0 0トルより長い断層では、地震の規模が大きくなっても地震波の振幅が頭打ちとなる。 マグニチュードを決めるために用いる地震波の周波数とエネルギーのモデルから地震波によるマグニチュードは高周波、かつ規模の小さな地震ほど飽和が起こりにくいことが示される。このモデルでは実体波マグニチュードは約5.5から飽和し始め6で飽和となり、表面波マグニチュードでは7.25から飽和し始め8で飽和となるが飽和となる数値は観測される地震により異なり、 メガバイト6の報告例も多数あるためモデルがあらゆる地震に当てはまるわけではない。エネルギーが大きく長周期の地震動が卓越した巨大地震においても法和がなくより正確に地震の規模を表す指標として無限大の長周期地震波に基づくとみなされるモーメントマグニチュードが考案され地震学では広く使われている。地震学では各種のマグニチュードを区別するために m ムに続けて、区別の記号をつける。地震学では、モーメントマグニチュードを単に M と表記することが多い。日本では、気象庁マグニチュードを単に M と表記することが多い。各種のマグニチュードの値の間では差異を持つので、注意が必要である。以下、振幅という場合は、型振幅を意味する。詳細は、ローカルマグニチュードを参照リヒタースケールとも、リヒターは、 ウッド・アンダーソン型地震計の最大振幅 A を、信号からの距離 100km のところの値に、換算したものの乗用体数をマグニチュードとした。したがって、地震波の振幅が10倍大きくなるごとに、マグニチュードが1ずつ上がる。ML イコールログ 10A、ディスプラスタイル ML イコールログ 10A 詳細は、表面波マグニチュードを参照ベノーグーテンベルグは、表面波マグニチュードを ms イコールログ a h プラス1.656グデルタプラス1 8 1 8 c ディスプラスタイル ms イコールログ a h プラス1.656グデルタプラス 1.818c で定義した。ここで r は表面波水平成分の最大振幅デルタは信号距離 c は観測点ごとの補正値である。これとほぼ同じであるが 国際地震学地球内部物理学協会の韓国では MS イコールログプラス1.66ログデルタプラス3.30ディスプラスタイル MS イコールログプラス1.66ログデルタプラス3.30としている A は表面は水平成分の最大振幅 T は周期である周期約20秒の地震動に着目して求められている より長周期の例えば周期100秒の表面波に基づいてその振幅からマグニチュードを算出すれば巨大な地震の規模もある程度適切に表されるようになる。例えば周期20秒の表面波マグニチュードではほとんど差が見られない1933年三陸地震、1960年チリ地,地震、1964年アラスカ地震の周期100秒、表面波マグニチュード M100 は それぞれ8.4、8.8、8.9となる。グーテンベルク及びリヒターは、実体波マグニチュードを、MB イコールログ 10B、ディスプラスタイル MB イコールログ10レフト B で定義した。A は、実体波の最大振幅、T はその周期、B は、震源の深さ H と、信号距離デルタの関数である。経験的に、 mb イコール 0.63ms プラス2.5ディスプラスタイル mb イコール 0.63ms プラス2.5が成り立つ周期約1秒の地震動に着目して求められている詳細はモーメントマグニチュードを参照1979年当時カリフォルニア工科大学の地震学の教授であった金森博夫と彼の学生であったトーマス・ハンクスは 従来のマグニチュードは地震を起こす断層運動の地震モーメントと密接な関係があり、これを使えば大規模な地震でも値が飽和しにくい、スケールを定義できるという金森のアイデアを、モーメントマグニチュードと名付け、以下のように計算される量として発表した。MW ログ 10M09.11.5、ディスプラスタイル M、マスム、W フラック、ログ 10M。 0-9.11.5s は震源断層面積 d は平均変異量 μ は合成率であるこれまでに観測された地震のモーメントマグニチュードの最大値は1960年に発生した地理地震の9.5である断層面の面積と変異の平均量断層付近の近くの合成から算出するまさに断層運動の規模そのものである m を超える 巨大地震では地震の大きさの割にマグニチュードが大きくならない頭打ちと呼ばれる現象が起こる。モーメントマグニチュードはこれが起こりにくく巨大地震の規模を物理的に評価するのに適しているとされアメリカ地質調査所をはじめ国際的に広く使われている。日本の気象庁では2011年に発生した東北地方太平洋沖地震に対して 地震の規模をより適切に表せるとして、下記の気象庁マグニチュードに加え、モーメントマグニチュードの計算値を発表した。詳細は、気象庁マグニチュードを参照気象庁マグニチュードは、日本で国としての地震情報として使用されており、2003年の約80年前まで遡って一貫した方法で、決定され、モーメントマグニチュードともよく一致している。略称としてんげば、あるいは、 MJ が使われる気象庁マグニチュードは周期5秒までの強い揺れを観測する共振計で記録された地震波形の最大振幅の値を用いて計算する公式で地震発生から3分ほどで計算可能という点から速報性に優れている一方マグニチュードが8を超える巨大地震の場合はより長い周期の地震波は大きくなるが 周期五秒程度までの地震波の大きさはほとんど変わらないため、マグニチュードの飽和が起き正確な数値を推定できない欠点がある。東北地方太平洋沖地震では、気象庁マグニチュードを発生当日に速報値で7.9、暫定値で8.4と発表したが、発生2日後に地震情報として発表された、モーメントマグニチュードは9.0であった。二千三年九月十四日。 以前、編集2003年9月24日までは、下記のように、変異マグニチュードと、速度マグニチュードを組み合わせる方法により、計算していた。変異系の場合、MJ イコールログ A プラス1.73、ログデルタマイナス0.83、ディスプラスタイル M、J イコールログ A プラス1.73、ログデルタマイナス0.83、変異系の場合、MJ イコールログ AK、ディスプラスタイル M、 j イコールログ a 計速度計の場合 mj イコールログ a z プラス1.64ログ、デルタアルファディスプラスタイル mj イコールログ a z プラス1.64ログデルタアル α2003 年9月25日以降、編集変異マグニチュードは、系統的に、モーメントマグニチュードとずれることが分かってきたため、才が小さくなる、要、2003年9月25日からは、 計算方法を改定し、合わせて過去の地震についてもマグニチュードの見直しを行った。変異によるマグニチュード MD イコール1にログ、ベータ DCD、ディスプラスタイル MD イコール、フラック12タイムズログベータ DCD。ここで、ベータ D は、信号距離と、震源震度の関数であり、H が小さい場合には、つぼいの式に整合する。CD は、 補正係数、速度振幅によるマグニチュード MV イコールアルファ、ログベータ VCV。ディスプラスタイル MV イコールアルファタイムズログベータ VCV。ここで、ベータ V は MD と連続しながら、深さ 700km、信号距離に 000km までを定義した距離減衰項である。CV は補正係数、マグニチュードを厳密に区別すると、 その種類は40種類以上に及ぶが、ここでは特徴的なものを記載する。地震気象上で振動が継続する時間、td はマグニチュードと共に長くなる傾向がある。そこで一般に m イコール c 0 c 1 6 t d c 2デルタ、ディスプラスタイル m イコール c 0 c 1 6 t d c 2デルタの式が成り立つ。c0c1c2 は定数デルタは 信号距離である。c にデルタは小さいため、第三項を省略することもある。過去には川角の B ヒエルト式地震計に対しての式、M イコール4.71プラス1.67ログ TD、ディスプラスタイル、M イコール4.71プラス1.67ログ TD などが提案されている。地震波記録の回収や解析に、多大な労力を要した1970年代頃までは、 一つの地震計記録からマグニチュードを概算する方法として、気象台、観測者などで利用された。ただし、確定数は地震計の特性に大きく依存するため、短時間で多くの地震波記録を扱うことができる現在では、この式はほとんど用いられない。グーテンベルク・トリヒターは、南カリフォルニアの地震について、有感半径 R を用いて、 m イコールマイナス -3.0 プラス3.8ログ r ディスプラスタイル m イコールマイナス -3.0 プラス3.8ログ r の式を得ている。日本でも市川が日本の先発自身に対して m イコールマイナス -1.0 プラス2.7ログ r ディスプラスタイル m イコールマイナス -1.0 プラス2.7ログ r を与えている。なお、r は 飛び離れた有感地点を除く最大有感半径である。気象庁の震度で4以上、5以上、6以上の区域の面積をそれぞれ S4、S5、S6 とするとき、勝又守ると、徳永基一は6 0 s 4イコール 0.82EM-1.0、ディスプラスタイル 610S4 イコール 0.82EM-1.0 という実験式を 村松育英は、ログ 10S5 イコール、M、M-3.2、ディスプラスタイルログ 10S5 イコール M-3.2、ログ 10S6 イコール 1.36M-6.66、ディスプラスタイルログ 10S6 イコール 1.36M-6.66、という実験式を得ている。川角博氏は、信号からの距離 100km における、平均振動を MK と定義し、 リヒタースケールとの間に m イコール4.85プラス 0.5mk の関係があるとした。また、信号距離と、深度、マグニチュードの間には、以下の関係があるとした。i イコール 2m-4.605610、デルタ -0.00166 デルタ -0.32、ディスプラスタイル、i イコール 2m-4.6056、 10Δ-0.00166Δ-0.32。これらは地震系による記録がなかった歴史地震のマグニチュードを推定する際に有効である。家屋被害に関する文献記録から各地域の震度を求め、それをもとにマグニチュードを推定する。微小地震については蒸気の水、メガバイト、MJ などでは正確な規模の評価ができない。そこで、例えば渡辺は、 上下方向の最大速度振幅 AV と、震源距離 R を用いて、0.85M-2.50、イコールログ AV プラス1.73ログ R、ディスプラスタイル 0.85M-2.50、イコールログ AV プラス1.73ログ R の式を示している。なおこの式は、R が 200km 未満の時に限られる。マグニチュードが、 マイナス値を示す場合にもある程度有効であるため、ごくごく微小な人工地震のマグニチュードを求める、際にも利用される。低周波地震では、水、メガバイト、MJ を用いると、地震の規模が実際よりも小さく評価される。そこで、安倍克行によって、津波を用いたマグニチュード MT が考案された。MT イコールログ H ログデルタ D、ディスプラスタイル M。 t イコールログ h ログデルタ d ここで h は津波の高さデルタは電波距離 d は mt がモーメントマグニチュード mw と近い値を取るように定められた定数である d は日本において観測されたデータを用いると五点八0となるまた新王より千キロメートル以上離れた遠隔地で発生した地震による津波における mt はデルタ c を mt が MW と近い値を取るように定められた定数と、すれば、MT イコールログ HMAX プラス9.1デルタ C、ディスプラスタイル MT イコールログ H、マスム、マックスプラス9.1デルタ C と表される。デルタ C は、津波の発生地域及び、観測地域によって変化する、経験値で、太平洋で発生した津波地震については、 マイナス0.6からプラス0.5の値を取る。津波地震では、津波マグニチュードは、表面波マグニチュード、実体波マグニチュードよりも大きくなる。簡易な計算式として、マグニチュードが、デルタ M 増えた時のエネルギーは101.5、デルタ M 倍となる。例えば、マグニチュードが1増えるとエネルギーは、約31.62倍に増えると1000倍となる。また、マグニチュードが1増えると、 地震の発生頻度はおよそ十分の一になる。地域や構造物の強度等にもよるが、一般に m 六を超える程度の直下型地震が地下2 0トル前後の深さで起こると、ほぼ確実に人数の差こそあれ死傷者を出す災害となる。m 七クラスの直下型地震では条件にもよるが大災害になる。兵庫県南部地震は MJ7.3 だった。また、 東海地震や南海地震といったプレート型地震は M8 前後である。また M が7を大きく超えると被害を生じさせる津波が発生する場合がある。一般的にマグニチュードが大きくなると地震断層面も大きくなるため被害の程度だけでなく被害が生じる範囲も拡大する。1900年以降の日本周辺での地震 M5 未満では被害が生じることは稀で M2 程度の地震では 陸上でも人に感じられないことが多い。M 例クラスになると、日本の地震計観測網でも捉えられない場合がある。なお、理論上マグニチュードには、マイナスの値が存在するが、この規模の地震になると精密地震計でも捉えられない場合が多く、また常時微動やノイズとの区別も難しくなってくる。大きな地震のマグニチュードを求めることは、地震の規模や被害の推定に有用である。 一方、マグニチュードが小さく、被害をもたらさないような地震も、地震や火山、プレートテクトニクスのメカニズムを解明するのに役立つ、ため観測が行われている。大地震のうち、特に M8 以上の地震を巨大地震、巨大地震のうち、MW9 以上の地震を超巨大地震と、区分けすることがある。マグニチュードの大小の目安、編集マグニチュードのエネルギーの規模の比較と、 代表的な地震、エネルギーの比較、地震の年表、および地震の年表も参照エネルギーとマグニチュード M の対応関係と、その規模の地震が発生する頻度 N。このグラフの傾きが B1、グーテンベルグリヒター速も参照地震の発生頻度は、以下のグーテンベルグリヒターの関係式により表される。ログ 10N イコール ABM、ディスプラスタイルログ、 10n イコール abm この式はマグニチュードが m の時の地震の頻度を n で表す傾きを表す b を b1 といい統計機関や地域により若干異なるものの0.9から1.0前後となるこの式からマグニチュードが1大きくなるごとに地震の回数は約10分の1となるただ実際に観測される地震の回数をグラフに表すと日本付近では M3 から8付近では式に沿ったものとなるが、M3 以下と M8 以上では、まさしく表されなくなる。これは、M3 以下の地震は、規模が小さすぎるために観測できていないものが多いからであり、この規模の地震の観測数を調べることで地震の観測網の能力を測ることもできるとされている。一方、M8 以上の地震は、発生回数自体が少ないために正確に、 表せていないもので、より長期間調査することで精度が高まるとされている。日本での頻度の目安は以下の通り、規模の小さなものは1小さくなるごとに10倍になると考えればよい。また、M5 程度の地震は世界のどこかでほとんど毎日発生しており、M3 から4程度の地震は日本でもほとんど毎日発生している。以下は理論値ではなく、 ある期間の観測結果からの年間の回数である。ありがとうございます。